はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第91回でございます。で、今回のテーマは昨日の生放送についてというテーマで、サブテーマがこれからの生放送は、そして質問相談についてという感じでですね、今日曜日、今日6月14日珍しくね、当日14日今撮影してるんですけど、朝に。昨日の生放送についての話だけなので、すごく短く終わります。で、それをも知らない方にとっては、何っていう感じもするかもしれないんですが、ちょっとまあ、知っておいてほしいこともあるので、手短に済ませるんで、もしよかったら聞いてみてください。じゃあ、サクッと終わしますので、よろしくお願いします。で、昨日6月13日土曜日の夜9時からですね、YouTube の方で自分ちょっと生放送をしたんですね。たった5分ぐらいだったんですけど、で、おそらくツイッターをされてない方、ツイッターをね、自分のフォローしてる方は情報先に言ってましたけど、そこフォローしてない方にとっては、みたいな、何これみたいな感じのね、ちょっとね、戸惑わせてしまった面もあると思うんですが、実はですね、自分毎週土曜日にツイキャスの方で、まあ、生放送をしてたんですね。で、生放送でいろんな方とそこに来ていただいた方の質問に答えたりとか、まあね、雑談を普通に話をしたりとか、そういうのをやってるんですけど、それをツイキャスから YouTube ライブの方に移そうとちょっと計画をしていて、で、以前も結構数ヶ月前にも一回生放送やったんですよ。でも、なんかこれわけわかんねえなーってクリックしながらそれで終わるっていう回だったんですけど、で、まあ、携帯からのコメント機能も追加されたとか、いろいろね、Google の方から教えてもらったので、これはいけるかなと思って、まあ、ちょっと試しにやってみようってことでやったんです、昨日。はい。で、結論から言うと、またツイキャスに戻ります。はい。なぜかというとですね、おそらく改善方法があるかと思うんですが、まず、皆さんからいただいたじゃねえや。自分が発信してる、その放送と、皆さんが実際にこう見るっていうのがタイムラグが起こるんですよね。多分60秒から30秒かな。まあ、で、30秒か60秒のタイムラグ。自分が放送してから皆さんにの目に触れるまでに、こう、時間差ができてしまう。だから、それによってコメントもずれてしまうんですよね。そう。だから、皆さんがいただいたコメントに返したいんですけど、自分がそれを見て返しても、皆さんの元に届くのが、その秒のタイムラグ、ずれてしまうと。で、それだと自分のやりたい生放送ではなくなってしまうので、まあ、それの改善点が、これがいろいろ調べたりとか、いろんな人にちょっと知恵を借りてね、聞いてみて、あ、それいけるんだと。そう改善できるんじゃんってことであれば、また YouTube の方でやるかもしれないんですが、ひとまず、またツイキャスの方に戻ろうと思っております。はい。なので、お騒がせして本当にすいませんでした。なので、まあ、これからの生放送はっていうところなんですが、そこはツイキャスに戻ります。で、よく、まあ、最近聞かれるので、そこで何やってんですかってよく聞かれるんですけど、あと登録必要なんですかとかね。で、自分もあんまり詳しくないんですけど、ツイキャスやっといてあれなんだけどね。おそらくツイキャスは特に登録は必要ないんじゃないかなと思います。普通に遊び来てもらって、自分の顔出しで普通に話をしてるんですけど、で、そこで、みんなからもらったコメント欄が読めるので、まあ、みんなも見れるんですけど、そこのコメント欄にもらったやつを、ほぼ 99% 返します、現状は。もちろんちょっとね、こう、読むに値しないものは読まない、スルーすることもありますけど、まあ、99% は読む。ちゃんと返信します。だからそれに反応して、まあ、1時間とか、まあ、1時間半ぐらいかな、1回。皆さんと普通にこう、ワイワイ楽しく過ごすっていうことをするだけなんですよ。でもそこで、例えば勉強の質問をもらったりとか、これってどう勉強したらいいんですかとか、こういう時期にどういうことを進路考えたらいいですかとか質問もちゃんと答えますし、あとはゲーム実況もやってるんでゲームの話とかで盛り上がったりとか、まあ、いろんな話をしてる回です。いつもの、なんだ、先生としての、まあ、配置ではなくって、こう、普通のただのおっさんみたいな感じで、触れ合えるところになってますので、もしよかったらね、遊び来てもらえたらと思っております。で、それもね、あと、それと一緒に、どうやったらそこに行けますかっていう。例えば、ツイキャスやられてない方とかだと、多分ね、よくわからないと思うんですけど、一番は、ツイッターをフォローしていただけると、やっぱり、わかりやすいかと思っていて、ツイキャスが始まった時に、ツイッターにそのリンクを貼るんですね。そこをポチって押せば、もうツイキャスの画面に飛べるようにしているので、だから、もし、まあ、ツイッターされてない方はね、関係ないんですけども、もしよかったら、ヤフーとかで、今そこに書いてあるんですけど、青のとこだね。ハイチってひらがなで検索してもらえると多分上の方にそのツイッターアカウント出てくると思うんですよね。もしかしたらブログとかに飛んじゃうかもしれないんですけど。なので漢字で検索よりもツイッターの方はひらがなのが飛びます。ひらがなで俺が登録してるので、ハイチっていうの、漢字じゃなくてね。なのでまあもしよかったら調べてみてください。で、もう一個。で、もう一個がその質問相談についてなんですけども、
これね、前々からも言ってることなんですが、そのメール、あとまあツイッターもそうだね。あとは YouTube コメントはね、最近もう、全部読み切れないほどいただけるようになったので、ちょっと全部拾えないんで、かなり運になっちゃうんですけど、特にメールとツイッターに関して、そこでね、こう、まあ、進路の相談とか、もう友人関係の相談、まあ、家族の相談、いろんな相談をもらったりとか、あとはこの問題どうやって解くんすかみたいな、勉強の質問、あとは勉強の仕方とかね、そういった質問も前々からいっぱいいただいてたんですけど、これね、理由わかんないんですけど、この 1,2 ヶ月ね、なんか異様な加速度で増えてるんです、今相談と質問が。で、前の状態でもちょっと全部返せない状況だったんですが、さらにすると今それに拍車がかかっていて、正直ですね、本当にもう返せる人の数のパーセントを計算すると多分一桁台になるぐらいな状態になっております。一日数名にはちゃんと返すにはしてるんですけど、で、その返す基準っていうのが一応ね、全部目は通せてると思う。たまにね、こう迷惑メールに振り分けられちゃってて、かなり後で気づくっていうパターンもあるんですけど、基本的に全部目を通していて、で、これ返したいなと思っても、どうしてもやっぱその時にすごい忙しかったりとかすることも今多いので、なかなかね、タイミング合わないとあれなんですけど、タイミング合った時に、こう、パパパパって書いて返信をしたりとかするようにはしてるんですね。で、まあそれに伴って、こう、結構今自分の動画をね、友達に教えてもらった方とか、友達に教えてくれた方とか結構いらっしゃるんですけど、例えば友達が俺に相談をしたと。で、その子も相談をしたと。で、友達に俺から返信がいったらしいんですよ。でもその子には来なかった。で、その子がちょっと怒っちゃってですね、なんで僕のに返信くれないんですかっていうのをちょっと言ってきた方がいらっしゃったんですけど、一人じゃないんですけどね、それ数名いらっしゃって。で、まあそういった方も多分言わないけどそう思ってる方ももしかしたらいるかもしれないと思って、改めてここの場を借りてお願いさせてもらうんですけど、本当に返せる方がまれです、今に関しては。なので質問も相談、すごい長文とか時間をかけて書いていただいた方もたくさんいらっしゃるんですが、そこはもう運だと思って、帰ってきたらラッキーぐらいな気持ちで送っていただけたらと思います。 100% 返信しますとはもう嘘でも言えないので、今に関しては、なので、それをご理解の上で、それでもいいやと、帰ってきたらラッキーぐらいの気持ちで送っていただけたらと思いますので、その点本当ね、本当に申し訳ないんですけども、ご理解いただければと思います。よろしくお願いします。はい。なので今回に関してはその生放送について、まあ今後のスケジュールもそうですね、まあツイキャスでやっていきますよっていうところと、まあ質問相談についてはそういった状況にありますので、まあ帰ってきたらラッキーと思いながら待っていただけたらと思います。では今回はハイチのダラダラジオ第91回、テーマ昨日の生放送についてで喋らせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、次回はですね、相談をいただいた中で、ダラダラジオで取り上げてもいいですよって言っていただいた方が結構いらっしゃる。で、その中から、それもね、全員は取り上げられないんですけども、まあ、数名というか、1名の方か、数名かちょっとわからないんですが、まあ、その辺を取り上げていくか、もしかしたらちょっと緊急で話したいことがあれば、そっちになるかもしれないんですが、もしよかったら次回の方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。